この問題は燃料機のコイルの温度の変化に対する、抵抗の値の求め方に関する問題です。それでは、この問題を見てください。20度 C の時の抵抗値が1ohmであったり、はい、75度 C の時の抵抗はいくらになるでしょうかっていう問題です。はい、それではこれを解いてみたいと思います。まず、温度がスモール T の時、はい、この時の抵抗がですね、はい、R0 かっこ1プラスアルファ T で表されます。ここのアルファは何かというと、これは、導線の、温度係数になります。はい、次に R のラージ T の時の抵抗値はどのように表されるかというと、これは、はい、R0 かっこ1プラスアルファラージ T と表すことができます。いいですね。はい、この2つの式から RT 分の R ラージ T、はい、これはR0 かっこ1プラスアルファ T、R0 かっこ1プラスアルファ T と表されます。いいですね。そうするとこれがこう消えます。したがって、はい、RT イコール1プラスアルファ T 分の1プラスアルファ T かける RT と表すことができます。いいですね。ここで導線の場合、まあ、何導線ですけども、導線の場合はアルファは234.5 分の1で表されます。いいですね。したがって RT を75度、スモール T を20度としてやってみましょう。そうすると、はい、 R の75はイコール1プラス、はい、アルファは 234.5、 覚えやすい数値ですよね。はい、分のスモール T は20度です。はい、ここは1プラスアルファは 234.5 分の、はい、ラージ T は75度、はい、かけるスモール RT は、これですね、 R スモール T は1オームです。したがってこの式はこのように書くことができます。234.5プラス20、はい、234.5
34.5 プラス75かける1。はい、これを計算してみましょう。そうすると1.216オームとなります。いいですね。すなわち 1.22 オームになります。はい、これがこの問題の解き方になります。はい、ここのところをよく覚えておいていただきたいと思います。それからこれに合わせて、はい、導線の温度係数 234.5 分の1、これも覚えておいていただきたいと思います。